ップでラジオネームトゥーパップさんからメールが来ています。唐揚げくんニュース、串カツ田中監修の唐揚げくん紅生姜味がローソンで販売中です。串カツ田中の紅生姜の串カツをイメージした期間限定の唐揚げくんです。紅生姜の味とウスターソースの香りが見事に再現されています。ハイボールが進むくんになって止まらなくなりますよといただきました。皆さん今晩のおつまみにいかがでしょうか。トゥーパンプさん、いつも美味しいランチ情報ありがとうございます。